どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、各種クレジットカードのポイントモール経由でですね、 Amazon の商品を購入するとですね、今まではポイント還元がね受けられるっていった感じになってたわけなんですけども、こちらはですね一部ね解約になりましたので、こちらの解説ですねしていきたいというふうに思います。皆さんねこちらのメールね来ているかなというふうに思うわけなんですけども、こちらですね ANA カードなどを発行している三井住友クレジットカードですね、ポイントアップモールからね来たメールというふうになっているわけなんですけども、 Amazon でね購入する場合2月15日よりですね Amazon のポイント付与ルール変更という感じで、先日動画のねコミュニティ欄でも JAL マイレージパークのですね同じようなねメールの内容をね発信させていただいたわけなんですけども、今まではですねこちらのポイントアップモール経由でですね Amazon の商品を購入すると、基本的な商品であればですね購入するとポイント還元をねもらえるっていった形になるわけなんですけども、2月15日よりですね対象のカテゴリーのみねポイント付与っていうルールにね変更されるっていった感じになるんですよね。いやこちらねかなり残念だなっていうふうに思っておりまして、普段ねAmazonで商品購入する場合ですね、こちらのポイントアップモールね経由されている方もね結構いらっしゃったのかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、今回の解約でですね普通にねポイント還元受けられたものがですねほとんどポイント付与されないっていった形になっておりまして、その月のですね対象のカテゴリーの商品のみですねポイント付与が受けられるっていった感じに変更になるんですよね。でですねこちらのポイント付与自体がですね全部なくなるわけではなくて、対象のカテゴリーのみポイント付与というふうになっておりまして、またですねこちらの対象カテゴリーっていうのはですね月ごとに変更されるっていった形になっておりまして、こちらね2021年2月版のカテゴリーっていうふうになっておりまして、2月に関してはですねこちらの商品のみですねポイント付与が受けられるっていった感じになるんですよね。でですね2月に関してはポイント付与が受けられるのが Amazon デバイス 0.5% 還元ということで、対象はですね Kindle の電子リーダーとか Fire タブレットとかですね、その他 Amazon のデバイスの商品が 0.5% 還元がね受けられるっていう風になっておりまして、またですね Amazon ファッションっていうねカテゴリーが 4% 還元ということで、まあ、こちらのカテゴリーのみがですね対象っていった形になっているんですよね。まあ、あくまでですねこちらは2021年2月の対象カテゴリーというふうになりますんで、まあ、3月になればですね商品がね大体変わるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ見ていただければね分かる通り2月の対象商品はまあこれだけっていった感じになりますんで、まあ、これ以外の商品に関してはですね経由して購入してもですね一切ポイントは入らないっていった感じになるんですよね。毎回ねポイントアップモール経由でですね商品購入された方もねいらっしゃるかなというふうに思いますので、痛いね解約だなというふうに思っております。でですね幸いなんですけども、三井住友カードのポイントマップモールに関してはですね Amazon ギフト券で全額購入した場合ですねポイント付与ね対象だったわけなんですけども、まあ、今回のね解約でこちらもね対象外になるかなというふうに思っていたわけなんですけども、こちらに関してはですね今後も継続ということで、まあ、対象商品はね限られてしまうわけなんですけども、今後もね利用することができるっていった形になっております。2月に関してはですね Amazon デバイス 0.5% 還元、ファッションカテゴリーに関しては 4% 還元ということで、まあ、こちらね毎月変わっていくっていう風になりますんで、まあ、来月とかねその先なるですね家電のカテゴリーとかね 4% 還元来たらいいななんていう風にね、まあ、思ったわけなんですけども、まあ、ここまでですね対象商品が限られているという風になりますんで、まあ、こちらに関してはですねあんまりね期待薄かなという風に思っております。でですね一応ね今後も利用される方ねもしかしたらいらっしゃるかなというふうに思いますので、一応ね解説させていただきますけども、ポイント還元自体は毎月商品がね変わるわけなんですけども、ポイント還元自体はですね原則商品が発送された月でね算出されるっていうふうになりますんで、もしね今後利用される時にですね月末に購入される時はですね特に注意していただきたいなっていうふうに思います。先月はポイント対象商品で購入したにもかかわらず、まあ、発送がですね遅れてしまって間に合わなくてですね翌月になった場合ですね、こちらねポイント対象外になってしまいますんで、まあこちらね利用されるのであればですね月末にね利用するのは控えた方がいいかなというふうに思っております。
またですね、こちらは以前からね注意事項にあったと思うんですけども、このポイントアップモールからですね Amazon に経由してですね購入していただくわけなんですけども、すでにねカートの中に入っている商品っていうのはポイント付与ね対象外というふうになりますんで、こちらもね覚えておいていただけたらなというふうに思っております。またですね、冒頭にね JAL マイレージパーク経由でのAmazon の購入についてもですね話ねさせていただいたわけなんですけども、今回のね三井住友クレジットカードのポイントアップモール同様にですね解約はね通知されているっていった形になっておりまして、 JAL ねマイレージパークといえばですねビッグマイラーにとってはですね経由して Amazon ギフト券を購入するだけでですね JAL マイルがですね今までは溜まっていたわけなんですけども、今回のね解約を受けてですねこの JAL マイレージパーク経由での Amazon ギフト券購入っていうのもですねポイント付与対象外っていう風になりますんで、本当にねこれに関してはねかなり痛いかなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね各種クレジットカードのポイントアップモール経由でですね Amazon 購入のポイント付与はね解約ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、調べたところですね今回のこの解約についてはですねオリコのクレジットカード、またねオキドキランドだったりセゾンのポイントモールなどですね、こちらも同様にね解約の通知が来ているっていった形になっておりますんで、今回私が紹介させていただいたのは三井住友クレジットカードのポイントアップモール、またね JAL マイレージパークについてね話させていただいたわけなんですけども、まあそれ以外のねクレジットカード会社がですね運営しているポイントアップモールに関しても解約ねされている可能性がかなり多いかなっていうふうに思いますんで、普段からですねそういうモールを経由して Amazon の商品ね購入されている方はですね注意書きね必ずあると思いますんで、確実にねチェックしていただいてからですね利用してみていただきたいなというふうに思っております。まあ、Amazon に関してはですねかなりね売上が向上っていうねニュースも聞いておりますんで、なぜね今回の解約を出してきたのかっていうのはちょっとわからないわけなんですけども、まあある程度ね集客が、まあ、取れているから今回のね広告枠をね少なくしたのかななんていうふうに思っているわけなんですけども、 Amazon でね商品購入するときにですね、まあ、ビビたるものなんですけどもマイルがね溜まるっていった形になっておりましたので、まあ、リクマイラーとしてはですねかなりね残念だなというふうに思っております。今回の方がねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルほどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。